オルテがいいね。オルテが、っていうかさ、エデルソンのさ、セカンドキーパーにあのクオリティの選手いるって反則だよね。オルテがはあれでいいんかね。他のチームでファーストやりたくなんないのかね。いや、オルテがめちゃくちゃ良かったな。悪いとこなかったんじゃない。すごいレベル高い争いしてるのよ。いや、止めすぎだし、あの、判断がいいよ。キックの判断とか、蹴るタイミングとか。普通、セカンドキーパーってターナーぐらいの感じなんよね。ターナーはバタつくじゃん。でも、オルテガはさ、普段から守護神ですみたいな。あれ、すごいよね。試合に出る出番とか限られてるわけなのに。ね。ターナーがボカスカ蹴りすぎるから前半ね、ボール落ち着かないみたいなあったけど。そう、オルテガね、注目してる人はね、オルテガすごいいいっすよって教えてくれててね。そう、だから見るごとにいいなって思ったけど、アーセナル相手で結構ちゃんとね、エンケティアがさ、エディが、すごいプレスかけてきたりとかさ、ちゃんとコース切りながら緩急つけてすごいダッシュしてきても全然落ち着いてたもんね。オルテガの顔とか雰囲気なんかフットサルキーパー、うん。すぐ出てこないんだよね、オルテガの顔が。おじさんだからね、オルテガっていうとアルゼンチンのね、左利きのネクストマラドーナ言われた人が出てくるんですよね。そう、モン君いいこと言うね。オルテガのキック先の競り合った後もイメージしてるキック。ね。そのキック先の選手がどういう風に落とせばいいかとか、どういう受け方してほしいかっていうメッセージ付きのキックな感じが良かったよね。落ち着きすぎて、途中までエデルソンかなってことです。うん。いや、オルテガすごいいいよね。でもね、ほんと、ペップ腸がつく心配症なんで、お金使っていいんだったらセカンドキーパーいい選手取ってってなるんでしょうね。